よいしょ。はい、どうも、動画クリエイターの片山金俊です。イエイ。このチャンネルはですね、セカンドチャンネルでベシャリチャンネルとなっております。いつもご清聴ありがとうございます。はい、で、毎度ですけど、あら、今日何話すんやったかな。話すこと忘れた。さっきまで覚えてたんだけどな。何だったっけな。あ、マジで忘れた。あれ、あ、そうだ、思い出した。はい、今日はですね、また、僕の仲間を紹介したいなと思っております。今日はですね、皆さん、今もうだんだんね、6月から7月と、まあ、なってくる中で、まあやっぱり暑いですよね。暑いんで、じゃあ何が必要か。はい、冷房です。はい、皆様、冷房の準備は大丈夫でしょうか。僕の友達がですね、熊本で、まあ、塩見くんって言うんですけど、クーラーのですね、プロフェッショナルがいます。はい、でクーラーの、まあ、設置取り付け、まあ、プロフェッショナルです。で、まあ、クーラーでお困りの方とかがいましたらですね、もうぜひ言ってくれると塩見くんにおつなぎしますので、まあ、もう個人事業主としてですね、まあ、一人でやってらっしゃいますので、まあ余計なね、そのなんかでっかい会社でこうっていうのではなくて、もう直なので、まあ、料金も高くないですし、まあ笑顔が素敵な男前がやってくれますので、まあぜひね、クーラー取り付けたいとよねとか、まあ、もしくはこう取り外して買い替えたいとよねとかっていう方が、まあこの動画を見ている、まあ、熊本の方たちですね、いましたら、まあ僕の Facebook とかインスタからメッセージいただけると、できる男塩見くんをですね、紹介いたしますので、全然お気軽にご連絡ください。はい、とあとはですね、まあそれと付随するんですけど、まあ、そこの仲間の一人で、まあリフォームですね、まあ時代がリフォームなんですけど、まあ結局ね、僕の友達も宮崎で、アパートとかマンションの一室を買って、でそこをリフォームして、で賃貸してるっていうふうなことで、賃貸業、ね、されてる友達もいるんですけど、まあ、そういった感じでね、副業としてみんな今だんだんやってるとか、まあ、もしくはまあ、日本ね、古い家がいっぱいあるんでね、まあ、そこを、まあ、リフォームリノベーションしておしゃれな感じにして移り住むとかですね、まあ、そういったところのですね、まあ、リフォームっていう需要が今結構増えてますよ。で僕の友達がですね、渡辺くんなんですけど、ギアワークスって言ってですね、おしゃれなリフォーム会社やってますので、まあ、なんかここリフォームしたいなとか、まあ、そういったことがあられましたらですね、お気軽に連絡いただけるとおつなぎしますので、まあ、もちろんもう直接ですね、会社に連絡していただいてもいいんですけど、まあ、ワンクッションですね、僕が間に挟むと、よりですね、より良い仕事をやってくれると思うので、まあ、気軽に、はい、リフォームもしやりたいなって方がいましたら、お気軽にメッセージください。つなぎます。はい、そんな感じですか。まああと、そうだ、まあ買い替えはしないけどとか、クーラー取り付けね、取り替えはしないけど、あークーラーもう今からね、また夏になったらバンバン使うんで、ちょっとクーラー掃除しないといけないなと。まあもちろんね、僕たち自分たちでもクーラー掃除できるじゃないですか。ただやっぱ素人ができる限界っていうのがやっぱあるみたいで、でそれによってクーラー効かないっていうのもやっぱあるみたいなので、まあそのクーラーを掃除する会社もありますので、そこもおつなぎすることができますので、まあなんかクーラーの掃除したいなとか、もしくはそうですね、なんていうんだろう、職業は、家事代行、そうですね、家事代行、家事代行って言いまして、まあね、共働きだったりとか、まあ、いろんな、ね、シチュエーションあるんでしょうけど、まあ、家事代行、まあ、家の掃除だったりですね、そういったところの家事代行をお願いしたい方とかも全然僕おつなぎできますので、
まあ、お気軽にお問い合わせください。あの伊藤さんって言ってですね、あの大人女子が対応してくれますので、お気軽にメッセージくれるとお伝えします。というかですね、まあ、正直そのいろんな業種の方と今こう一緒にプロジェクトというかそういう集まりをやってますので、僕の画面を通してですね、熊本の在住の方になってしまいますけど、まあ、弁護士さんだったりとか、あとは、まあ、社会労務士さんだったりとか、税理士さんだったりとか、司法書士さんだったりとかですね、まあ、いわゆる司業と言われる方ともつながってますので、もうなんかこう弁護事故ってちょっと面倒くさいことになってるとか、離婚とかで面倒くさいことになってるとか、まあ、そういったのありましたら全然お気軽に言ってくれたらおつなぎしますので、はい、全然言ってください。はい、ということで今日はですね、そんな感じでなんかこう、まあ、せっかくねこの動画を見てくれてる人、まあ、特に多分熊本の人とかが見てくれるのかなって思うんですけど、まあ、そういった方にですね、なんかお困りごとですよね、要はなんかこういう困ってることがあるんだけどどうにかならないかなとか、こういう人紹介してくれないかなみたいなところって、まあ、言ってくれたら全然おつなぎしますので、まあ、本当にいろんな、まあ、それこそもうね、バーだったり居酒屋だったりもありますし、そのさっき言った CEO ですよね、弁護士さんとか税理士さんとかっていう公認会計士さんか、まあ、そういったそのそういった修行と言われる方々もいますし、なんかいろんな方と一緒にプロジェクトを進めてますので、なんかこういろいろお役に立てるかなとは思います。ああ、そうです、不動産とかもやっぱります。不動産販売だったりですね、中古販売だったりっていうところもいますので、まあお気軽にですねメッセージと、こういう人探してますみたいな感じのメッセージとあれば、お気軽に僕の Facebook もしくは Instagram がですね、片方の方に山に鶴亀の亀にことぶきで片山亀として検索してくれると、まあ SNS 全部それで出てますんで、それでこういう人探してるんですよとか、それこそまあね、外交、まあ、庭の剪定をお願いしたいんですよとか、庭の雑草を掃除したいんですよとか、なんか本当いろんな、もう本当この世の中の全てのことを今の仲間たちとこう共有というか、プロジェクトをやってるんで、なんか気軽に、まあ、僕を使ってもらっていいかなと。で、特にやっぱりなかなかね、弁護士さんだったりとか、そういったところってこう、まあ、さっきのオーダースーツじゃないですけど、敷居が高いというところでも、ね、めちゃくちゃお金高いんじゃないかとか、なかなかねそのハードルが高いって思うんで、まあ、そういったとこ全然もう気軽に言ってくれたら、もうさらっとおつなぎするので、でまあね、料金のことだったりなんだったりっていうのも全然僕からも言えやすいので、相手に挟んでくれたら全然いいのかなと思っております。はい、なのでまあこの動画を見ている熊本在住の方々、世の中のお困りごとは大体紹介できると思いますので、お気軽にお問い合わせください。はい、ということで今日の僕のべしゃりチャンネルは以上です。ご清聴ありがとうございました。もしよろしければですね、まあ、僕の、まあ、独り言だったりっていうところもありますけど、まあ、熊本の情報だったりですね、なんかいろいろ喋ってますので、このチャンネルおもろいよとか、まあ、周りの人たちにもですね、ぜひぜひ広めていただいて、はい、このセカンドチャンネルもですね、たくさんの人に視聴してもらえるように、僕も、まあ、努力はしませんけど、まあまあのんびりやっていくので、応援よろしくお願いします。今日の動画は以上です。ありがとうございました。